すごい目を見開いて結構見えない力を信じたいタイプなんで我がスペシャルアクターズのムードメーカーというかブルーレイ &DVD 発売記念スペアク座談会第3弾はい、よいしょ、おはようございます。こんにちは、こんばんは。映画スペシャルアクターズ監督しました。映画監督の上田慎一郎です。本企画はですね、映画スペシャルアクターズの、ブルーレイ &DVD 配信レンタルが開始されたことを記念した YouTube 企画でございます。スペアクのキャストを呼んでですね、スペアクについてあれやこれやと喋ったり、じゃれあったりなんだったりします。決定的なね、ネタバレはないようにしますけども、まあ、事前に情報をこう入れたくないっていう方はですね、本編を鑑賞の上でご覧いただくのがおすすめです、早速読んでみましょう。第3弾はこの方たちです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ一人ずつまず自己紹介をしていってもらいたいと思います。じゃあリナからお願いします。旅館芽吹の若女将津川リナ、リナ役の津上リナです。よろしくお願いします。旅館芽吹の女将の妹役を演じました。津川由美役の小川美優です。よろしくお願いします。はい。じゃあ、EXIT の新メンバーの方。EXIT ではございません。新メンバーでもございません。違います。髪色だけです、それは。はい、じゃあ、メンタルクリニック原田で、精神科医の原田先生を演じました、原野拓海と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ、撮影からですね、ちょうど1年ちょっとですね。うん、はい。はい、ブルーレイ DVD 発売を迎えて、兼近さんはどうですか？兼近ではないんですけど、兼近さんではないんですけど、原野的には DVD はやっぱり初めての経験なので、すごい嬉しいですね。自分が出てる映画が DVD になるっていうのも、なんかすごい率直に嬉しいです。一個なんか形、自分が出てるものが形になって残るのはかなり大きなことだと。みゆちゃんはどうですか？こう、はい、ブルーレイ &DVD になるっていうことですけども。そうですね、なんかちょうど自粛中が撮影期間だったじゃないですか、うん、1年前が、はい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 、はい、6月とかが、うん、でなんかすごい思い出して、うん、こうなんか写真とか結構見返したりとかしてたんですけど、だからなんだろう、ちょうど1年後のこのタイミングでなんか DVD を出せるっていうのは嬉しいし、やっぱりこうこういう状況になって家で映画見る人とかも増えたと思うし、うん、ちょうどいいタイミングだったかなって思いますね。いや、リナはね、うちのね、会社株式会社パンポコピーナの新入社員として、いや、おめでとうございます。いや、本当すごいことですよ。どうですか、半年間、まあ5ヶ月ぐらいやってみて。はい、楽しくやっております。今、新しいことにどんどんチャレンジしてるっていう感じですね。女優のオファーも来れば、またやってみたいと思います。はい、という皆さんですけども、じゃあ、早速なんですが、スペシャルアクターズのことについていろいろ話していくにあたり、コーナーをですね、あるとあるコーナーを通して、話していきたいと思います。名付けて、みんなでお絵かきしむっすのコーナーです。いくつか質問していきますので、はい、その質問に対して1分以内のに絵を描いていただいて、でその絵を出していただいて、で、その絵を見せていただきながら、トークをするというコーナーでございます。じゃあ行きたいと思います。一つ目の質問です。まあ、本作ですね、ワークショップという演技レッスンを経て、僕とですねキャストでこうワークショップを経てですね、一緒にこう作り上げていった作品なんですけど、ワークショップで印象に残っている場面を絵に描いてください。ではみんなでお絵描きしむっす。スタート。ワークショップで印象に残っている場面、それぞれでいいんですよ。それぞれがワークショップで印象に残っている場面でございます。やばいやばいやばい。皆さんね、そう、この映画は、まあ、オーディションでね、まず1500人の応募がありまして、そこから200人をオーディションしまして、50人にまず絞りまして、ワークショップをしまして、その後15人に最終的に絞った、皆さんがこちらのスペシャルアクターに出てると。15人でワークショップを経て作った映画なんですが、そんなワークショップで印象に残っていること、残り10秒です。早い、やばい。10秒です。途中でももう終わりですからね、途中でも終わりますよ。
5、4、3、2、1、終了。手を止めてください。はい。じゃあ、リナからいきましょうかね。はい。はい、じゃあ、リナの、ワークショップで印象に残っている場面はこちらです。どうぞ。わー、怖い、怖い、怖い。わー、足があるな。わかるけど、誰か。カズトさんですか？カズトさんですね。これはちょっとじゃあ説明お願いします。はい。まあ、オーディションかワークショップかちょっと分かんなくなっちゃったんですけど、うん、合コンエチュードみたいなのをしたことがあって、合コンという設定で自分と自分が好きな相手を決めて即興で演技をするっていうのがあって、和子さん自身が私を好きな人のターゲットにしてますよっていうことを伝えたかったらしいんですよ。はいはいはい。その時に一番遠い席にいたのにすごい目を見開いてこの顔目があったらこううなずくみたいな、これがもうめちゃめちゃ印象に残ってるんですね。なるほど、ホラー漫画です ね, ね。じゃあまあその目を見開いてたカズトが忘れられないと。忘れられないですね。ありがとうございます。はい、じゃあみゆちゃん行きましょう。みゆちゃんのワークショップで印象に残っている場面はこちらです。かわいい。上手。かわいい。上手じゃないです。北欧とかの。あ、でも。伝わるけど。わかるわかる。もうすぐわかるよね。でもどんな場面か。はい、これはワークショップの時ですかね。まだ企画がこう決まってなかった時に、なんか超能力っていうワードだけあって、みんなでこう風船を触らずに動かしてみようみたいな時間があって、なんか一列でみんな座って、こう真剣にこうやってやってるのがすごい面白くて、何やってるんだろうって思いながらもみんな真剣にやってるのがすごい印象的です。いや、そこですよね。まあだからこれワークショップの中で、まあ、芝居をしなくてももういいから風船を動かすこと割ることに集中してくださいって多分俺言ったと思うんですけど、ですね、なんほんまに割ろうとしてたのか、上田さん何言ってはるんやろうと思いながらやってたのかどっちっていうのを聞いてたんやけどみゆちゃんも本気で割ろうと思ってやってた。はい、結構見えない力を信じたいタイプなんで。信じたいタイプ、うん、信じたい、はい、信じたいタイプなんで割ろうとしてました。はい、じゃあたくみさんいきましょう。はいはい、たくみのワークショップで印象に残っている場面はこちらです。一緒なんですね。うわー、一緒。これインパクト強かったよな。だからな、やっぱインパクト強かったですね。もうほんと全然なんていうんですか、あさっての方向のことしてると思って。もう一回見して、もう一回見して。いいですか、いいですか。なんかポンポンポンっていうのは何？これは割れろっていう、想像してる。割れろ割れろって、割れろっていう。これはたくみ、これたくみってこと？これはこれは川口さんです。川口さんその時にすごいかっこいいジャケットみたいなのをまあ、お召しになってたんですよ。それ、すごい、それも印象に残ってます。写真にも残ってるんで。かっこいいジャケット着ている人が、大の大人が風船を割ろうとしてたのがすごく。そうです。すごいきっちりした正座で、ガッて狙いつけて、もうそれが、まあ、かっこよかったですね。絵が、もうみんなの。まさかの、かぶりましたけど。かぶりという。じゃあ、2問目いきたいと思います。撮影中に印象に残っている場面、みんなでお絵描きしむっす、よーいスタート。いや、撮影中に印象に残っている場面です。たくみはあれだもんね、喋りかけないでほしいでしょ。いやいやいや、まあ書いてますからね。全然喋れますけど、たくみは初日にクランクインして、初日にオーラプレイ、すごい寂しい。撮影日数が1日だけだったんですよね。そうなんですよ。本当もう本当寂しかったんで、ずーっと遊びに行ってましたけどね、現場には。ああ、そうね、現場にね、見学は。はい、はい。残り10秒です。もう1分、こういう時の1分ってもんは本当に短いですから。はい、バイバイ。1、はい、終了。やばい。カウントし忘れてしまった。はい。じゃあこれはちょっと匠の方からいきましょうかね。はい、匠さんの撮影中に印象に残っている場面はこちらです。どうぞ。はい、ディリン、あ、うまいな、やっぱ。でも
うまいわ。いやー、本当ですか。これ説明お願いします。はい、これは、僕は初日で、クランクインしてオールアップしたんで、はい、で、もう遊びに行かせてもらうことしかなかったんですけど、で、ちょうど旅館芽吹の撮影で遊びに行ってた時に、初めて、りなちゃんのおかみ姿、すごい綺麗にしてるおかみ姿を見て、でその時にカズトさんの横に立って、写真を撮ったんですよ。うん。まあ、その時の二人がもう本当、なんていうんですか、夫婦とは言わないですけど、こう。へぇー。なんかむつまじい感じに見えて、ああ、素敵だなっていうのがすごい印象に残ってます。へぇー。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、みゆちゃん行きましょうか。みゆちゃんの撮影中に印象に残っている場面はこちらです。こちらです。みゆちゃん、これ。ドッジボール。ドッジボール。ドッジボール。もうちょっと。もうちょっと近くでやってみましょう。ドッジボールで。ドッジボールやん。ドッジボールで。ドッジボール。ドッジボールしたことあったっけ？これはですね、芽吹きの、まあ、大事なシーンなんで、ちょっとこれを書いたの失敗したなと思ったんですけど。あ、なるほど、なるほど、なるほど。旅館芽吹き、まあ、クライマックスの方の旅館芽吹きの方の、ちょっとしたこう、もアクション。そうですね、アクション。見せ場というか。はい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 、やっぱあのシーンこう動きも多かったし結構やっぱ時間かかって撮ったじゃないですか、うん、だから結構パッて思い浮かんだのはこのシーンでやっぱすごいみんなの緊張感もあったし普段は割と和気あいあいとやってる中あのシーンだけはなんか違う空気が流れてたなと思って流れてたね流れてた。多分撮影中盤で結構疲れもみんな溜まってきて中でめちゃくちゃ押してたから、うん、本当に人数が多かったから、うん、俺もこう演技指導をしているし、アクション監督の早出さんもこう演技指導をしてるし、うん、まあ助監督の山下さんだったり、撮影の曽根さんだったりもそれぞれこう言ってて、はい、もう監督がみんなこういっぱいいるみたいなのになって、なかなか進まないみたいな感じに逆になっちゃって、ちょっとピリピリしたですよね。これ、うん、本当にあの時の監督の姿は忘れられないですね、本当に。あの時の監督の姿。いや、監督だからってこう言ったじゃないですか。はい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 、はい。あれはやっぱみんなの中でも、こうスイッチがもう一回入り直したというか。そうそうそうなんですよね。みんな良かれと思ってこう動いてくれてるんやけども、意見が出すぎても動かな、現場が前に進まなくなって、その時に俺が、監督俺なんでって言った、うん、制した時ですよね、はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、リナ。撮影中に印象に残っている場面はこちらです。またうまいな。これはまた味があるな。うまいな。上田監督なんですけど。俺なんやこれ。上田監督なんです。いや絶対そうですよ、ね。うん、撮影中ずっとなんか上田監督走り回ってた印象があって、うんうん、でも緊張してガチガチなところに。こうバーって走ってきてくれて、もうちょっとこうしてみよう、ああしてみようみたいな感じで言ってくれて、その現場、どのシーンでも、まあ、その印象がすごい強くて、うん、でもうちょっとこうやつれてる感じなんですけど、もう最後の方、多分上田監督結構ガリガリあって、今いつもガリガリなんですけど、より一層ガリガリで、最後、なんか自分たちのシーンが撮影が終わった時かなんかに、うん、なんかみんなで監督とハグするみたいな時があって、パーってハグしたら、ガリガリ想像をはるかに超えるガリガリですごいそのもう印象が強いんですよ。いやーなるほどね、ありがとうございました。はい、では3問目いきたいと思います。映画の中での自分のお気に入りシーンですね、を1分以内にお書きください。みんなでお絵描きしむっすーよーい、スタート。映画の、まあ、スペシャルアクターズという映画の自分のお気に入りのシーンですね。こちらを描いてくださいませ。おーい。はい。いや、でもすごい、やっぱ匠も思ってたよりうまくいいね。本当ですか？そうやね。だから、匠、あげてたもんね。SNS とかに自分の描いた絵とかあげてたよね、そういう。趣味程度ですけども。残り20秒です。やばい。早い。早いよ、1分は。あっという間ですよ。5、4、3、2、
1。やばい。終了。はい、ありがとうございます。はい。はい。じゃあ、これはもう一度リナからいきましょうかね。はい。はい、映画スペシャルアクターズのお気に入りシーン、どうぞ。これは結構マニアックなとこなんですけど。お何これ、これ何、ちょっとちょっと考えたいよね。考える時間欲しい、ね。考える時間欲しいですね。ね、分かったかも。私も分かったかも。分かった。じゃあ、みゆちゃん、じゃあ、ちょっと答えてみて。芽吹きに、結びるチームが来て、マナちゃんが帰りに靴を履くところ。正解です。わー、マジ、あ、そうだ。来た時に靴を脱ぐとこ。はい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 。あの、四天王が来る感じのとこね、こう。そうそうそう、そう。あー、芽吹きに4人がこう、来た時に、かっこいいかっこいい。で、リナがね、こうやってお辞儀をして。なんかね、すごい綺麗なお姉さんっていう感じの仕草で、映像やのに匂いが、綺麗なお姉さんの匂いが来るんです。いつもそのシーンになったら、もうマナちゃんを目でずっとこう追っちゃう。なるほど。じゃあちょっと今度ね、見直すときはそこ注目して、うん、じゃあ、みゆちゃん行きましょう。みゆちゃんの、みゆちゃんのお気に入りシーンはこちらです。おっと、ちょっと考える時間ください。はい、どうぞ。わかったわかった。なんだろうね。赤い端で足もみたいなカズトさんが来てる。足もね。そっち。好きです。はい。あそこのカズトさんの歩き方がもう大好きで。かわいい。足好き。ほんと足もみたいな、もう、なんか、そういう、のそのそね、ほんとに。真似できない歩き方がもう、ほんとに大好きです。こう、もうクライマックスでメインテーマも流れてきてっていうところですからね。そうですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、たくみ、行きましょうか。はい。はい、たくみの映画のお気に入りシーン、どうぞ。はい。こちらです。あー、うまいな。いや、まあ、伝わります？めっちゃ伝わる。はい、これは、その、スペシャルアクターズのシナリオ担当の上田くんが、はい。変装して、まあ、ちょっと潜入するシーン。はい。で、そこで、初めて、こう、いつもダラッとしてる感じなんですけど、ビシッと髪を結んで、格好もちゃんとして、っていう登場シーンなんですけど、うん、そこがまあ僕的にはすごくかっこいい、かっこよかったんですね。はい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 、はい。かけて。やっぱその輩に憧れるって気持ちがある。いや、そういう傾向とかじゃ、そういうのじゃないんですけど。単純に、洋介君が個人的に好きだったんで、あ、かっこいいなって、そこで改めて思いました。いや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 、なかなか素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。以上、みんなでお絵描きシムスーでした。はい。はい。まだもう一つコーナーがあります。上田がキャストを絵描きムッスー、ムッスー。今度はですね、僕が今いる3人の、まあ、印象に残っている姿っていうのを、1人ずつ1分で、描きます。上田がキャストを描きます。まずはリナを描きます。よー、はい、スタート。最近皆さんどうですか？最近ですか？いや、なんか、ま、このこちょっと前にみゆちゃんとたくみさんとまなちゃんからちょっと会おうかみたいな話をさせてもらって、そのタイミングで私は胃腸炎になって、いや本当だよ、疲れへんかって、そやからなんか会うチャンスを逃してるなって思ってて、うん、一回リナちゃんとマナちゃんとあのやりましたよね、ズーム、ズームやった。ああ、ズームね、はい、急に会ったよね、うん、なんか会いたくなっちゃうんだよねなんか、会いたいね、会いたいね、やるみたいな感じでその瞬間やったみたいな、リナちゃん、リナちゃんの話ですよ。そうそう、りなちゃん髪切んないの、髪切らないの、私髪切らない、うん、あ、やばい終わっちゃったよ、終了イエーイ。まあ、りなの、印象に残っている場面です。はいはい、はい、あーあーあー、でも、うまいじゃないですか監督、わかりますよ、映像がすごいことにはい、まあ、あの旅館の芽吹きで魔法のボールを、揉み合う、リナが揉むシーン、はい、これがカズトですね、うんうんうん、なんですけど、まあ、このシーンが個人的にすごい好きなんですよ。なんかリナのやっぱりこのなんていうんですかね、真顔力
この真顔力っていうののが一番発揮されたシーンかなと思ってきて、本当にこう真顔で揉んでいるじゃないですか。これです。これは、ね、はい、真顔で揉んでいるんですけども、完全な無の表情じゃなくて真顔にワンギア寄せてる、すごいニュアンス的な話なんですけど、ただの無表情じゃなくて、あ、真顔の一番面白いとこ知ってるなっていう真顔なんですよね。部屋が狭くて、撮影した部屋が、うん、カズトさんと結構近かったんですけど、ね、うん、膝と膝がぐらいの、はいはい、それでこうギョロギョロギョロっとしてるカズトさんの顔を目の前にして、やっぱ真顔のちょっと向こう側を真顔の向こう側、真顔の向こう側を目指しましたちょっと今そのパッとそれって作れるの？ 3,2,1,9 とかで、あー、おー、やってるやってる、すごいすごいすごい、やってるよね。あ、もうね、これが真顔だもんね。俺無表情はこれぐらいやんか。はい、うーん、真顔やと、え、変わりました変わらない、いやいや、ちょっとだけ上がってると思うけど、これが無表情ね。はい、あ、無表情、はい。うん、で、変わりました。いや、変わってない。変わらない。一緒。次は、みゆちゃんですね。はい、行きます。よーい、スタート。元気そうやけど、ね、ますます可愛くなった気がする。みゆちゃんね、透明感が。やっぱり、今日はなんでその T シャツなの？これですか？うん、ですね、自粛中に、はいはい、模様替えをたくさんしまして、私。おー、はい、ちょっと T シャツどこにしまったかな。わかる。今日朝からもう洋服全部引っ張り出して、うん、ひっくり返した。ひっくり返して探したんですけど、ちょっとどこにも行ったかな。黒だしね、これね、はい、探しにくいからね。で、ちょっと諦めてこれできました。薄、ね、ビル T シャツ、すぐ見つかりそう。はい、そう、これは目立つんですよ。目立つからね。もう一本。早いな。いやー、これはちょっとわからんかった。はい、みゆちゃんの印象に残っている場面です。あんまり言ったことないかもしれん、取材とかでも。いきます。みゆちゃんの印象に残っている場面はこちらです。これは？え、ちょっと待って。え、考える時間ちょっとください。わかんない。これはですね、はい、ね、カズトとみゆちゃんが、その、二人で話すシーンあるじゃん、旅館名物。はいはいはい。机を挟んでね。はい、これ、まあ当初台所の予定だったんですよ、ロケ地が。ああ、そうだそうだ。そうそう、台所の予定でやったんやけど、まあ、こう撮影のちょっと都合とかもあって、まあ急遽あそこのこう和室みたいになったんだけど、その台所で、まあ、なんか大根とかを切りながら喋るみたいな芝居だったんですね。はい、で、その、まあ、大根、落ち着いて喋ってるんだけど、大根を切っている包丁が荒々しくなってきて、そこでこう、まあ、感情を出力してほしいというか、うん、まあ、そういったこう話をリハーサルとかでしてるときに、難しいって聞いたんだけど、いやいやいや、それは分からないちょっとこう苦笑いをしながらおがいてるみゆちゃんがいて、全力であがいてくれてるなって思ったの。それがね、なんかね、すごくこう自分としては嬉しかったのと、あ、なんていうんですかね、こうこなすとかではなくて、全力でこうあがいてもがいてやってくれてるなっていうのがこう印象に残っておりまして、うん、はい、じゃあ最後、ありがとうございます。じゃあ匠ですね、お願いします。嬉しい。じゃあ上田がキャストを描きます。匠の印象に残っている場面を1分間で描きます。よーい、スタート。はいはい、匠さんはですね、匠さんは私最初全然こう話さなかったんですよ。うん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 、でも結構撮影中盤とか打ち上げくらいからすごい仲良くなって、そうね、そうね、なんか何でも話すお兄さんですね。うーん、嬉しい。喜んでる。嬉しい。よく会います。でもそうかも、なんか最初は匠さん全然喋ったことなかったですね、うん、でも俺のことサイコパスって言ってたじゃん、もう最初。そうなんだ。サイコパス、今日がサイコパスで。いや、印象悪い。本当はほんま血も涙もないやろって思ってた。いや、あるわあるわ。優しかったっていう。優しかった。ほとんど来てたじゃないですか。
たくみさんが。もう ほとんど来てた、遊びに行ってたもん。現場で仲良くなったって感じが。そうね。確かに、それは大きいかもしれない。うん。俺も遊びに行ってよかったって、すごい思う。じゃあ、たくみの印象に残っている姿はこちらです。お願いします。え？な、え？なんか今までで絵は一番うまいですよ。確かに絵は一番うまいけど。クオリティは一番高い。ただ僕こんなシーンないです。こんなシーンあります。すごい欧米な。わかんないみんな。A ちゃんのモノマネをしている匠。出た。ね。ありましたね。ああそうだ。ワークショップの、はい、中で矢沢永吉のモノマネをしている匠ですね。ああでもそこが印象に残ってるんですね。まあ、印象に残っている一つ、握手はしない、あ、サインはしない、ハグはするだけ。ああ、そうです。あ、握手してって言われるんですけど、握手はしないけど、ハグはするよっていう、僕、そのネタを。ちょっとやってみて、離れてやってみて。え？こう握手してくださいって言われた時に。あ、分かりました。はい。はい。すいません、ちょっと、矢沢永吉さんですよね。おい。ちょっと、握手してもらってもいいですか？ああ。握手はしない。でもハグはする。いや、これちょっとリモートでやったらすごい滑りますよ。リモートはきついな。リモートはきついですよ。やっぱね、こう、ムードメーカーというかですね、まあ、その、ウェブワークショップ中の会場の空気もちょっとこう、やっぱり、ね、あったかくなりましたし。あ、よかった。こういう、だからこう、我がスペシャルアクターズの、メンタルクリニックでもあったなと。思っておりましてですね。Yes. はい。はい。ということで、以上、上田がキャストを描きムッスーでした。ありがとうございます。ということで、早いものですが、お時間が来てしまいました。最後にですね、お一人ずつですね、視聴者の方に一言ずつ、言葉をお願いいたします。じゃあ、まず、リナからお願いいたします。はい。映画スペシャルアクターズのDVD、ブルーレイ配信が開始したということで、劇場で見ていただいた方も、まあ、劇場では見逃してしまったっていう方も、ぜひこの機会に、ぜひなんか一人でも多くの方に見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、みゆちゃん、お願いします。はい、本当にこの映画は、こう一人でも楽しめるし、こういろんな友達とか家族とか、関係性を問わず、なんか誰と見ても同じこう空気を味わえる明るいという映画だなと思うので、こう時間を選ばず、相手を選ばず、なんか誰とでもこう見てほしいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ最後、たくみ A ちゃんでコメントお願いします。 A ちゃんでコメントちょっときついですよ。A ちゃんです、こんばんは。皆さん、この映画見ていただけましたか？僕は、ちょっとやめていいですか？やっぱ、リモートはやめていいですよ。はい、大丈夫ですよ。はい。この映画、人によって、ちょっと見方とかも変わると思うんですけど、みんなが、聞くところによると、口を揃えてやっぱり温かい映画だとか、心救われる映画っていうふうに聞くので、今やっぱこういうご時世ですし、映画を通してもらって、僕たちの日常をと地続きな感じもするので、世界観も。なので、こう、少しでも、あ、こういう生活だったな、よかったなとか、もうハッピーになれる映画だと思います。なので、家でね、誰とでもいいんで、どんどんみんなと見てほしいです。広がってほしいです。はい、以上です。ありがとうございます。握手してもらっていいですか？あ、握手はしない。でもハグはする。いや、中途半端になっちゃう。妹だから。ということで、あっという間ではございましたが、はい、はい、ブルーレイ &DVD 発売記念スペアク座談会第3弾、これにて終了でございます。ありがとうございました。せーの、いやバイバーイ。バイバーイ。